先輩方、2062年未来人ラジオの時間だ。たまにね、未来人さんって本当は仕事何やってるんですかとか来るんですよ。なんかね、平日のね、昼間動画撮ってたりするじゃないですかとかね、来るんですよ。何を言ってんだということなんですよ。私はもう何度も言いますけどね、2062年の遥か彼方の未来からやってきているわけなんですよ。もちろん任務として現代に滞在しているわけでね、今現在はもちろん帰れなくなっているわけでね、いろんな理由があってね、いろんな理由があって帰れなくなっているわけではあるんだけどね、基本的に私というのは2062年から来ている未来人であってね、日々未来からのさまざまな依頼があってね、いろんな調査というのを行うわけでね、もちろん自然に関しての調査も行うし、国際情勢に関しての、さまざまな調査というのも行うしね、もちろん国内も行うし、多重にわたっていろんな、任務というのを行っているわけでね、それが、未来からの調査員の仕事だということだよね。そしてね、これはね、いろんな年代からいろんな年代に調査員というのが派遣されているわけですよ、ね、例えば2080年からも2019年2、3年前に来ていたこともあったしね、2096年からあと2年後の2024年かな、非常に貴重な、かなり重要な事件があったからね、その調査というのを行うということ、我々ももちろん調査を行うということだよね。だからいろんな年代からいろんな年代に未来からのエージェントね、調査員がいろんな理由があって、仕事で来ているということなんですよ。だからね、たまにね、メールでね、変な言い方、プー太郎みたいな感じでね、ミラシンさんって仕事してるんですかみたいな感じの尋ね方はね、やめてくださいね。非常にね、重要な任務というのを行っているわけでね、人類の安否というのをね、守る規模の、重要な任務というのをね、やっている。たびたび世界を救ったり、たびたび日本全土を救ったりしているのが、我々未来人だということだね。時には台風を曲げてみたり、時にはミサイルを宇宙へ投げ込んだり、時には衝突する惑星というのをそらしたりだとか、地球を守ること、地球全土を守ることというのも我々未来人の仕事だということだから、結構重要な役割というのを我々未来人というのはね、行っているということなんですよ。もちろんね、動画ではね、ふざけたりすることもあるんだけどもね、あれは息抜きとして、現代人との愉快な交流というのをね、たまには行おうという目的でやっているということですから、あれが素の私ではないということだということはね、しっかり理解していただきたいなと思うわけですよ。それでね、先日ね、 YouTube の、コミュニケーションコミュニティか、ちょっとしたなんか、
コミュニケーションができるような場所があるんだけど、そこでね、少しハゲのことについて話したら、結構質問が来てたわけですよ。未来ではハゲは治らないんですかと。ね、深刻そうなメールも来ていたんだけどね。私はね、弟がいるわけですよ。で、父親もいるわけですよ。でね、父親と弟というのはね、ハゲでいるわけです。同じハゲ方をしているわけです。前からのタイプのね、ハゲ方というのをやっているわけでね、私は今のところ、なんとか大丈夫っぽいんですよ。髪の毛だけは母親に似たのかなと思うんですね。顔も若干似ているわけだから、なるほど、髪の毛量というのはね、母親に似たのかなとも思うわけですよ。だからまだなんとか大丈夫かなとも思いますしね。ハゲに関してなんですけどね、未来ではいろんな、考え方というのを行われてはいるんですよ。だからハゲというのはね、もちろん遺伝子治療でね、完全に治るということまで来ているから、もちろん安心されてもいいんだけども、ステータスとしてね、ハゲというのがね、流行っているケースもあるわけですね。わざとハゲて、ハゲ頭にしたりね、する人も多いわけですよ。セクシーって、ね、女性から見たらセクシーだから、意図的にね、毛根を死滅させるやり方というのもあるんだけど、遺伝子の操作によってね、それもね、やっぱでも生やしてみようみたいな感じの人もいるんですよ。やっぱ毛根絶滅させたけど、やっぱやめたみたいな感じでね、やっぱ髪の毛あった方がいいみたいな感じの人もいてね、いろんなそのトラブルが起きたわけですよ。だからね、その遺伝子操作でのそのハゲの治療もね、いろんなその制約というのがあるから、一概にね、大丈夫ですよとも言い難いということなんですね。でもね、基本的にね、治るということは、知っていた方がいいかなとも思いますけど、ハゲが流行ることもあるということというのをね、知っていた方がいいかなと思うわけですよ。未来ではもうかなり柔軟なファッションセンスというのをね、求められているということ。だから毛根に発光物質をね、組み込んで頭全体を光らせたりする人もいますからね、流行でね。だから今とはもうかなりかけ離れているファッションも、しかしね、その未来のファッションというのをね、現代に持ってきたらね、あまりにも奇抜すぎてね、引くと思うから、私はね、あえて何も言わないわけではあるんだけどね。いいです。質問いきましょうかね、回答いきましょうかね。ハンドルネームトルストイさん、未来か過去に行きたいです、どうすればいいですかということではあるんだけどね。方法というのはね、私のようにね、タイムトラベルを自由にこなす、未来からの調査員になれればね、未来でね、なれればいいんですけど、かなりね、合格率がね、低いんですよ。自慢じゃないけどね。だから国家公務員であるとともにね、なんていうのかな、秘密機関の特殊任務捜査員みたいな感じだから、かなり難しいと思いますけど、ただ一つ言えることがあってね、あんまりこれはね、言いたくはないんだけど、今現在でも言えることではあるんですけどね、世界中にね、実はワームホールというのは点在しているわけですよ。誰も見つけたことがないのかな。多分見つけるとかの問題ではなく、見つけたとしても現代に残っていないだけではあるんだけどね。だから報告がないということではあるんだけど、
とか先輩方はね思っているかもしれないけど、よく私はね動画で磁場には気をつけろと散々もう注意しているはずなんですよ。磁場です、うん、磁石の磁に場所の場、磁場ですね。磁場の近くには本当に行かない方がいいわけですよ。なんでかって言ったら吸い込まれるわけです、うん、突然現れるわけですよ、ワームホールがね。だから言っているわけです、磁場には近づくなとかいうことをね散々言っているわけです。その磁場というのはもちろん世界中にあるわけですよ、日本だけではないんですね。世界中に点在しているわけです、うん、磁場というのは世界中にあってね、そしてまあその磁場の近くでたびたびワームホールというのはね不定期に現れるということ、そしてその大小もまあ様々あったり、空中だったりまあ地中でもあったり、いろいろ場所も 不規則なんですね。現れる頻度も全く違いますし、だからね例えばね普通の例えば男が磁場の近くを歩いていたとしますね。磁場の近くを例えば歩いていたとしたら、いきなり吸い込まれたりするわけですよ。目の前にいきなり磁場が現れたりするわけで、あっと気づいたらもう吸い込まれて未来か過去に飛ばされるということ。ワームホールがいきなり現れますからね、磁場の近くにはね。だからよくねこれを聞いてる方は聞いたことがあると思うんだけど、神隠しって聞いたことがあると思うんですよ。神隠し、いきなり消えた子供がとか、いきなり老人が消えたとか、いきなりあの人が消えたとか、聞いたことがあると思うんですよ。神隠しってね、あれは実はワームホールに吸い込まれたということなんですよ。磁場に吸い込まれたと言っても、まあ私は分かりやすくね磁場に吸い込まれたと言っていますけどね、飛ばされるわけですよ、未来か過去に吸い込まれたらね。戻ってくる、戻ることができる確率というのはねかなり低い、稀に戻ってくることはあるけどかなり確率は低いということ。だからねもしね覚悟して未来か過去に行きたい、このハンドルネームトルストイさんがね、その覚悟して未来か過去に行きたいと思うのであればね、強い磁場周辺をね散策すれば、そしていきなりね空中が歪み始めたりするわけですよ。少し光が曇ったり輝いたり、あと変色したりする場所というのがあってね、そこに向かって歩けば自然に吸い込まれるということ。私は進めないんですけどね、絶対に進めないんですけど、もし行きたいのであればそういった方法もあるということ。しかしね、残念ながら行き先の年数とか、あとは場所というのはね指定できないということ。ガチャガチャと一緒ね、親ガチャとか言うじゃないですか、あれと一緒です。しかしねバカにもできないわけですよ。現代で例えばね、あの人見られから来たんじゃないのとか思う時あるが、あると思うんですよ、うん、もしかして過去の歴史の人物って見えないから来たんじゃないのとかね、そういったことがもうね考えたりしたことがある人いると思うんですよ、うん、あれはこの磁場のワールホームに吸い込まれている可能性というのはなくはないということ、うん、あるかもしれないということ。よくね株で大儲けしている人とかいるじゃないですか。そういった人はまあこの磁場のねワームホール、まあいわゆる未来から来ている可能性もあるし、あとは会社の企業をしている方でいろんなこういったことを考える人ってすごいみたいな感じの人というのもこの可能性が高い。磁場のそのワームホールに入ってしまってね、未来からね
で過去に来てしまって、あ、まだこういった製品とかサービス開発されていない時代だみたいな感じでね、よし、あの未来でこういったことをやってる人がいたから俺が代わりにやってやるみたいな感じで過去で大成功しているケースが今現代にその行われていることというのももちろん大いにあり得るということなんですよ。しかしね、あのそういったことをね、あ、いいなみたいな感じで思うかもしれないけど、私はね絶対やめた方がいいと思うので、極力ね強い磁場周りというのは避けるようにしたがいいということなんですね。これはねあまり言いたくはないんだけどね、まあ時空テロリストとこの磁場のワームホールの関係性というのはね大いにあるわけですよ。あんまりねこれもね言いたくはないんだけどね、未来ではねその磁場のワームホールというのをね研究されて、それで行き先とかね、場所とかね、なんか指定できるようになったわけですよ。未来ではね、その磁場に現れるワームホールというのをね、うまいこと利用することができるようになったわけですね。だから、まあ、国際的にね、その法律でね、決まったわけですね。悪用しないようにすべきということが決まったんだけど、やっぱりね、時空テロリストというのはね、犯罪集団なわけですから、その磁場をね悪用しているわけですよ。ほんでまあ現代に現れて、まあ過去を改ざんするわけですね、やり直そうと、未来で良い結果を残そうとして、まあ時空テロリストは過去を変えて、で未来を丸ごと変えるみたいな感じの行為をやっているのが、まあ、時空テロリスト。現代でも私はね、よく言ってるじゃないですか。時空テロリストがやりやがったとか言ってるじゃないですか。あれはまさにこの磁場の、強い磁場のワームホールというのをね、研究し尽くしてコントロールすることができたのを悪用しているということ。もちろんね、その、それだけではないですよ。もう時空テロリストも時空テロリストで、タイムマシンを悪用しているわけで、タイムマシンを利用している時空テロリストというのも非常に多くいるということでね、もはやね手に負えない状況というのが現実なんですね。制限することがかなり難しい状況になっているということで、まあこういったこともあって、できる限りね今現代では強い磁場に点在するワームホールというのはね悪用しないでくれということなんですね。タイムトラベルという、まあ、未来に行ったり過去に行ったりすることはできるんだけども、今現在のその磁場のワームホールというのはコントロールが効かないわけで、まあ、さっきも言ったけど、そのガチャ型に近い行き当たりばったりで挑む、だからやめた方がいいと。命の保証もできないということですからね。だって戦国時代に迷い込んだ人もいたわけですよ。もう即切られて終わったわけですよ。だからかなり危ないということで、やめた方がいいということなんですね。あと一つぐらい言おうかな。ハンドルネームサニーさんかな。これ来たばっかりだね。UFO を呼んでいるときに今まで聞いたことない耳鳴りがしました。これは何を意味しているのでしょうか。ということではあるんだけどね、これはねかなりの確率でね、 UFO というのはね、まあ、シールドというのをまとえるわけですよ。一瞬で姿を消すことができるから、もしかしたらねその姿を消した状態でね近づいて、そのそれが原因でね、ちょっとあの頭に違和感というのがね残る可能性があるということなんですね。もしくはそのテレパシーのそのテレパシー能力の覚醒に関係している可能性があるということなんですね。あの前にも言いましたけど、人間というのはね大昔テレパシー能力があったわけですよ。口で会話することなくテレパシーで、まあ、コミュニケーションを取ることができていたわけではあるんだけどね、まあそれが少しずつ退化して、まあ持っている人は持っているだけれども、
まあ消えてしまっている人もまあ大勢いるんだけども、消えかかっている人というのはね、その能力を覚醒させるためにまあいろいろな、なんていうのかな、少し衝撃的な、まあハプニング的な衝突みたいな感じの、まあ覚醒させるような何かしらのその物事というのがあればいいんだけども、まあそういう例に似た感じなのかな、このサニーさんの悩みになるというのはね、もしかしたら覚醒するかもしれないけど、まだはっきりとわからないということ、もしくはその近くにね、近くまで、まあさっきも言いましたけど、 UFO が来てシールドした状態で UFO が接近してきたらね、稀にね耳鳴りがするわけですよ、うん、もしかしたらその可能性もあるということ、テレパシー能力の覚醒かもしれないし、うん、どっちかわからないということ、ね、あとねこれあんまりねちょっと言ったらね、ビビるかもしれないから言わない方がいいかなと思ったんだけども、高次元から近くに接近している可能性もあるということなんですよ。耳鳴りってね、いろんな音があるんだけどね、ちょっと特殊な音の耳鳴りがしたらね、かなり近くにね、高次元から何かしらの人物が近寄ってきている可能性がめちゃくちゃ高いということを言っておきますね。あんまり言うとちょっと怖いかもしれない。高次元というのはまあいわゆる幽霊なんですね、うん、でも幽霊って言ったらちょっと怖いかもしれないけど、まあ肉体がない意識体と思っていただければなと。その意識体が近くに来たらね、まあそういった現象になる場合があるわけですよ、うん、ちょっと特殊な耳鳴りというのはね、うん、これはあまり言わない方が良かったかもしれないけど、まあ事実なもんでね、仕方がないということですね。それでは今日はこの辺で終わります。それでは先輩方、また。